まいります。よく子育て大変だ、本当に大変だと思います。私たちは子ども家庭庁を作らせていただきました。今までのように文科省や厚労省縦割りではなくて、この子ども家庭庁がしっかりと子育てプラン、そしてまたいろいろな政策を取り組んでまいります。ぜひ皆様方のご理解を心からお願いをいたします。地域の課題、48号線の渋滞対策、ドイトールしっかり取り組んでおります。渋滞緩和に資するために、綾瀬交差点、白沢交差点の改良、交差点改良が進んでまいります。そこでまだまだ渋滞が収まらないということに なった時は、今度こそ綾瀬バイパスの延伸をしていかなければなりません。その他もろもろこの西部地区、宮城地区の地域の課題にもしっかり取り組んでまいりますし、この綾瀬含めて宮城地区のいろいろな地域課題をしっかりと熟知しているのは、今回の候補者の中でドイト、ありがとうございます、ドイトール一人だと自分でそう自覚をいたしております。新しい町、宮城地区、そして昔から住んでいただいて頑張ってこの宮城地区を作っていただいた元々の皆さん、しっかりと新旧の皆さんが手を取り合って助け合いながら、そして何よりも元気があって、子どもたちの声が、おじいちゃんおばあちゃんの声がしっかりと聞こえるような、もっともっと聞こえるような、私は町にしていきたい。それが日本の元気につながります。それが日本再生につながります。地域の元気が日本の元気、どうぞしっかりと頑張って実現をいたしてまいりますので、綾瀬市の皆さんのご理解を心からお願いをいたします。タクシードライバーの本当にご苦労様でございます。ライドシェアはどんなことがあっても反対をして、この日本には馴染まないライドシェアは全面解禁は絶対させない、その強い思いでもしっかり頑張ってまいります。今回の選挙戦大変劣勢、今も劣勢状態であります。どうぞ仕事をさせていただくためにドイトールを使ってください。お願いをいたします。小選挙区はドイトール、比例区は公明党と、皆様のご理解をいただいて果たしていただき、仕事をさせていただきますように心からお願いをいたします。本当に早朝から高いマイクでご迷惑をおかけをいたしました。この1週間必死に頑張って必ず皆さんのお役に立たさせていただきます。どうぞ最後の最後まで大きなお力を、どうぞドイトール、小選挙区はドイトール、比例区は公明党によろしくお願いをいたします。ありがとうございます。ただいまのご訴えは衆議院候補者のドイトールでございました。1枚目の投票用紙にはドイトールとご記入いただきますようよろしくお願いいたします。2枚目は公明党とご記入いただきますようよろしくお願い申し上げまして、本日こちら高井マイク大変失礼いたしましたが、綾瀬駅前での街頭活動を終了いたします。皆様方の生活を守る経済をしっかりと回していく、皆様方がしっかりとお商売やお仕事ができて、そして生活が安定する、そういった政治を作っていくのがドイトールであります。綾瀬の地域のことは地元がわかるドイトールに、ぜひとも皆様方の絶大なご支持を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、
今日の街頭活動、朝の街頭活動を終了します。本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆様ご清聴賜りまして誠にありがとうございます。そして本日はお忙しい中、ドイドールの応援に加藤和彦仙台市議会に、そして正孝前県議会にまた間違ってますね本当にありがとうございます。感謝申し上げます。かすいてそして皆様ああ そうですね、いつものパターンだったらご飯食べてから来る。あなたの一票一票積み重ねて、はい、ドイドールをお支えくださいますようよろしくお願い申し上げます。